こんにちは、かつみかいろ整体院の元谷です。よろしくお願いします。今日は花粉症と頭痛についてお伝えしたいと思います。今日は2016年2月11日ですね。あと1ヶ月ぐらいで花粉症のシーズンかと思いますけども、当院でも花粉症と頭痛、これ両方ね持ってるって方が結構多いです。実は私もその一人でして、私今年が50歳なんですけども、それこそ20代の頃からねありました。では実際にですね、整体でどうするかということなんですけども、花粉症に関してはですね、免疫力を強くすると、良くなるとかっていうお話をよく聞きますけども、当院ではですね、もちろん免疫のこともあるんですが、実は頸椎、首ですね、首の骨を、調整、歪みですね、そういったところを調節することによって花粉症を整えていくす、場所でいうとね、大体首の、この辺り下の方なんですけどもね、その辺りを、施術によってですね調整しますね。首を頸椎を、調整します。そうしますと花粉症の症状が治まると、これをやってますね。であと花粉症の方はね、やっぱり頭痛とセットの方が多くて、なぜか頭痛というのは首ですね、首がこうどうしても前に傾く、姿勢が悪くなっちゃう、こういうことで頭痛になっちゃう方がどうしても多いんですけども、花粉症によってですね、どうしてもくしゃみくしゅんってやる、それによって首を痛めてしまうということで、花粉症と頭痛がセットになってしまうということですね。これ実際にすごく多いです ね。あと1ヶ月で花粉症シーズンですけどもね、当院では、実際花粉症の方にはですね、そういった花粉症も織り交ぜた、施術をしてますので、花粉症になって悩んでる方、ぜひね、一度当院にお越しくださいませ。では、ご来院お待ちします。